これはわかるよね。何この感じ。なんか地面とつながった感じするよね。しかもなんかこうつながった感じしますね。うちも内転筋で地面を捉えてる感じがしますね。こういう足をしてたわけ、江戸時代の人って。脛骨を使って絶対に立ってたの。日本人、横脚って多いって言われるよね。昔から横脚だったとか、アホみたいなこと言ってんの。横脚の人なんていなかったんですよ、江戸時代。じゃあ、浮世絵みんなこうなるはずやん。こんな絵一個も出てけえへんし、今もう幕末の写真いっぱい発見されて出てきてるんですけど、みんな脛骨パーンまっすぐですよ。サッカーやったらうまかったでしょうね。ね、日本代表。女性なんて着物だったから、特に内もも使わないと、はだけるよね。ウィーってなりますから。こういうで頸骨で支えて歩いてた。現代の歩き方はこうですけれども、江戸時代の人の歩き方は、女性は歩幅これぐらいしか、これぐらいです。こうやって歩いてたんですよ。で、平均スピードが大体これぐらいだったんですね。これが江戸時代の女性の歩き。で、方向転換は今の人こっちに方向転換しようと思ったら絶対止まってから体こっちやって行くよね。こんなことしなかったんですね。方向転換肋骨でやってた。こう行って行きたかったら これだけがこっち行くんですね。こう。これが江戸時代の歩き方だ。こっち振り返りたかったら今の人あれこうでしょ、どうしました。江戸時代の肋骨で肋骨がこう行く方向に行ってた。顔こっち残しといて、これだけこっち。これでも子供がこういうのやってるよね。子供って顔こっち置いといてこっち行ったりするやん。じいちゃんなることないよね。おじいちゃん これでそれありおじいちゃんなることこうなるよね。これが江戸時代の女性は歩幅これぐらいです。男の人はもっとこれぐらい広げてあるんだよね。歩き方の基本がこういうのです。歩いてんのか走ってんのかわからない。これって自分のこっちの感覚としてね、走ってんのか歩いてんのかっていうのがわからないんですよ、この感覚って。カメラ大変な。ここで回りながら喋ろうか。これ何してるかというと、肋骨だけをこっちに落としてるんですよ。回り続けるわけよ。回りたくもないですよ。これは現代人の歩きに変換すると、正面歩いてんねんけど肋骨だけこっちに移動させるとこうなります。面白いよ。これが江戸時代の人の歩き方か。ナンバー歩きとかそんな関係ないんですよ。こうやって歩いてたんですよ。こういう使える足してこうやって歩いてただけの。こんなんとかじゃないんですよ。こう使ってたとかでもないんでしょ。こんなんしてたわけない。着物やねんから。こうやって歩いて、これ自然でしょ。これ着物を着てるっていうこと想像できるでしょ。だから女性は綺麗に、しかもめっちゃ速かった。あんなんやで、平均スピードナンパできるんで。ちょっとお姉さん、あ、あ、オッケーな。ちょっと男の人もそれ以上に速かったからナンパできたんですよね。そのナンパの姿がすごいよね。速っ。だから歩けたわけ。お伊勢参りとかこんなね、こんなんでお伊勢参りしてたら何日もかかってえらいことやんか。これやったらわかるでしょ。しかもバテないわけ。これ江戸時代って走るっていう概念さえ、言葉もなかったし、言葉なかったんですよ。走るって明治維新以降西洋から来たもの。概念もそうですよ。日本人で走るっていう言葉は昔の極意書とかですね、武術の読んでも出てこないですよ。飛脚のことも早足って言ったり飛脚って言ったりね。で、飛脚よりめちゃくちゃ速かった集団で神速歩行術って言ってる人たちがいて、これ実は忍者の集団にいたんですよ。神速って神の足です。神速やのに歩行術って言うんですよ。普通走行術って言うでしょ。でも歩行術なんです。だから昔の人は歩いてるっていう感覚しかなかったんですね。歩いてるのを速くするか遅くするかっていうだけの話やったわけですよ。で、神速歩行術なんてもう記録を見たらありえへん、めちゃくちゃ速かったわけ。竹川竹斎っていう有名な人がいて、三重県の商人だったんですね。で、ある時に手紙を届ける用事ができたと。伊勢の方から東京までね。で、飛脚を読んだんです。
で、飛脚を読んでこの手紙を早急に届けてほしい、どれぐらいでいけるって言ったら、飛脚は自信満々に、かしこまりました、3日で届け見せましょうって言ったんですね。じゃあ竹川竹斎は何て言ったかっていうと、あ、そう遅いねって言って、じゃあ自分で行こうが早いわって言って、自分で行って、記録残ってんのよ、1日半で往復して帰ってきたんです往復やで。飛脚は行くのに3日かかるって言ったんです。しかも飛脚なんてこうバトンタッチするからね、途中で疲れてくるから休憩でバトンタッチするんです。竹川竹斎一人やで、ね、一人で行って帰ってきたんです。で、鎮足歩行術っていうのはほんまに文献、歌詞の文献残ってる。そこにとんでもないこと書いてるんです。プロテイン飲めなんて書いてないんです早く歩くコツはって書いてあるわけ。なんて書いてると思う？まずいきなり書いてるんで、全身のコリをほどきって書いてる。体を緩めることってはっきりと書いてるんです。はっきりとです。そこまではっきりと書き残してる文献で見たことないんです。宮本武蔵は言おうとしてるんですけどね、ゆるゆると思い、もうちょっと言ってよみたいな水を元とせよ、もうちょっと言ってよみたいな感じなんですけど、はっきり書き残してるわけ。千鳥足って言うでしょ、千鳥足っていう極意もあったんですけども、股関節とか腰の回転を滑らかにすることを腰千鳥って言ったり、股関節周りとか膝の回転を滑らかにしたり、 足首周り滑らかにするのを千鳥車とかね、そういう名前つけて僕一緒に残してます。千鳥車ですよ。実際ね、千鳥車ってここに感覚があったってことですよね。車のように解剖学的構造どうなってるかっていうと、ここってほんまに虚骨っていう骨があって、脛骨があって滑車っていうんです。ここ滑車っていう名称が付けられてるの、回るようにできてるから、その感覚あったってことですよ。そういう構造通りに使い切ってたってことですね。それがどう歩いてたのかってロマンじゃないですか。それをずっと追いかけてきたわけ。行き着いたのが絶対こういうやり方だったんです。絶対にどう考えてもそうで、これ好きでね、こんな部屋狭すぎるんですよ、僕らしたらあっちまであっちまで行っちゃうから。で、昔は僕大学時代ね、誰もいない教室でこれやってたんですけどで、誰か来たらこれで、飛脚はこれにこうやってただけね。で、ここ重けりゃ重いほどここに持たれるからめっちゃいいんです。こういう絵見たことあるでしょ。でこうやって寝ながら歩いてたそうですよ。実際寝ながら歩いてたんですって。飛脚でもレベルがあって、あの上級者の飛脚はもう何回も行き道行ってたら覚えるんですね。皆さんもさ、酔っ払った時、酔っ払って覚えてるのちゃんと家帰れてる時あるありますよね、そういうのね。ありますよね。あれって自動操縦じゃないですか。だからそれと一緒で道覚えてたんでしょうね。で、途中で睡眠取ったら時間食っちゃうやん。早く届けなあかんけど睡眠も取らなあかんから寝ながら歩いてたんですって。だから今さ、車自動運転とか言ってるけどやってるんだから。でもそれは不思議な話じゃないでしょ。皆さんもだって今進化してきてるから、昔 iPhone なんてなかったですよね。今普通に iPhone 見ながら歩いてるやんか。あれって自動運転になってるでしょ脳ってそもそもそういう機能があるわけですよ。だからそんな機能は絶対鍛えられたっていうのは考えられるわけですね。で、この歩きに体がどう使われるかっていうところが狂いさえしなければ、もうほぼ自動操縦でいってたはずなんです。だから体がもうマシン化してたのが江戸時代。今ですとマシンに頼らないといけなくなった。それはいいことなんだけれども、こっちに負の遺産が残ってしまったことですね。で、今こんだけマシンがやってくれる時代の中で、マシンがやってくれる時代に体がマシン化してしまったらどうなる？日本やばい、めっちゃ良くなる。洗濯機もいいけど、もうたまにはやりますよみたいな僕の健康保障だし、僕の健康保障が回りますよとかなったらすごいことになりますよね。これが江戸時代のその歩き。なんか見たことない歩きでしょ。なんか液体がふっと流れてるように見えますね。見た目幽霊みたい。京都の舞妓さんなんてほんまに歩き方下手くそですよ今上下動こうすすぎ出てこう頭上下動全くないんですよ。全然全く上下動しない。で、方向転換肋骨なんですよ。肋骨いちいち足を方向転換に使わないわけ。だからほんまに似てるのがバスケットボールの NBA のプロバスケットボール選手の動きに似てるんです。マイケル・ジョーダンってこういう動きしてたんです。だから僕たちが想像しようとしたらマイケル・ジョーダンの動きに近かったはずです。江戸時代のそのあんなんだらけやったらヤバくないです皆さん隣の家の人はマイケル・ジョーダンやろっていうでも江戸時代って隣ピンポンないわ隣の家行ったらマイケル・ジョーダンクラスの身体能力の人がいて、次の隣にいたら大谷翔平クラスの人がいて、そんな身体能力の時代やったんですよ。それが今ここや。上がるしかないよね。それを上げるために木星から降りてきたのが僕です木星嘘だからねこれね
できるようになったら楽しいよ、僕ほんまは普段からこう歩きたいんですよっていうのをあまりにも違いすぎるからこれを現代人風に落とし込んで歩いてますでも誰もおれへん時これで行ってます。僕は緊急事態宣言の時もセミナーやってたからね、その時東京駅も誰もおれへんからねやり放題ってやり放題でしたね。新幹線も貸し切りみたいになってたから新幹線トイレ行く時もこれでうえぇ一車両向こうのトイレ行ったらいいもう息抜きで研究してきた思い出じゃないですか。腕も何も使おうともしてないでしょ、腕振るとかそういう概念がないのって分かったね、そんな概念ないんです。武蔵もこういう動き方してたんですよ絶対。武蔵が書いてることがこういうこと言ってるもん。時代劇の武蔵なんかありえないですよ、ありえないことをやってますね、五輪の人と違うことやっちゃってるもんね。あう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 あきられるからだって複数の敵に狙われてたんですよ一人やってあうこれはーって常にこんな、例えばこんな敵いたらこうやって動いた方がいいよね、うん、こうやってたんですよ、こうやって敵探してたわけで、こっち行こうと思ったらこっち行ったりするわけ、そういう動きをしてたのが武蔵だし、武士も商人もこういう本質は変わらなかったわけ。女性はこんな大股だったらダメだからこれぐらいの幅で歩いた、これこれで高度ですね。でじゃあどこ使わなあかんのったら足抜きできなかったら無理やね、だから使い方とかじゃなくて足抜きをしてってこういう抜けて稽古してちゃんと体重支えれて立つ時に内ももをしっかり使ってこう地面を押さえるように立つっていう構造ですよね。あり方が出来上がってしまわないとこの歩きってできないんですよ。それを世間は昔の人の歩き方って言ってそれどう歩いてたかから入るわけ、その時点でちょっと違うものちょっとですか初めから違うものですよっていうことになりますね。え止まれへんねんけどだから僕歩いてる時どんな感覚かっていうとね、もう地面が動いてくれてる感じです。いつも足ついた瞬間地面が動いてる感じになるって、もう車になってるんですよ足がね、うん、関節がそういう風に機能するから、でそういう風に関節機能させると思ったらよほど関節隙間広がって柔らかい状態じゃないと無理ですね。これ使い方でやってくださいって言っても無理なんですよ。だからコツコツとあり方改良し、まさにコツコツと。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたらぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので腰の文字 LINE アットメルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。